していく。これで気持ちが切れれば小林はラッシュします。ミュンヘンオリンピックで背の高い外人選手とも当たっているので、外人あるいはまた背の高い選手別にどうとも思いませんと言っておりました小林。低い姿勢から入っていきます。必要な左の右のボディ攻撃、これはなかなかいいですね。アリケリをやや正直極的になったんじゃないか。おそらくパンチ力では小林、そして連打ではアルゲロというのがこの試合前の予想でした。ワンツー、ますます右の目が腫れてきます小林です。まだしかし西条さん大丈夫でしょうか。まだ大丈夫だと思いますよ。まだ大丈夫ですか、はい、左のジャブが伸びてきます。もう少しやはりここで攻めたいところです。おー当たった、小林うまく戦っています。しかしやはり小林といえどもこの辺は無理をしません。ああいうパンチが当たると不思議なもんでアルゲルの左が当たらなくなるんですね。源氏さん不思議ですね、この辺はやはり相手があるというこのスポーツの面白さ。相手によって全く変わることがありますね。やりよく伸びます。アリガルがまた左を対応した。右が当たった、危ない、危ない、小林がってきました。顔はどうでしょう、まだちょっと朦朧としています。時間はまだあと20数秒。またダウン、2度目立てるか、ちょっと立てそうもない。カウントは聞こえない、カウントでアウト。チャンピオン防衛、3度目の防衛になりました。昭和51年、ロイヤル小林は WBC ジュニアフェザーのタイトルに挑戦する。ロイヤルはデビュー2戦目から11連続 KO 勝ちを収め、 KO 仕掛け人の異名を取っていた。左、見事顎を捉えました。また左です。ロイヤルの見事な左のフックが入りました。ようやく立ち上がった。チャンピオン棒立ちになった、チャンピオン棒立ち。ロイヤルの左から右、ダウンを1回取っているロイヤル。アウト、ニュートラルコーナー、チャンピオンのアウト。ゴンがゴンがゴンが鳴った模様です。アウト、足はもつれている。ゴンが鳴りました。マットに取り、アウト、右、ロイヤルの右、またダウン、ダウンです、ダウン、ダウン、ダウンです。ロイヤルの右が入りました。第8ラウンド、チャンピオンがダウンです。ロイヤルの右、ロイヤルの右です。あっと、レフリーのデイエルソンが止めました。レフリーのデイエルソンが止めた。ロイヤル小林、ロイヤル小林、日本で14人目の世界チャンピオンになりました。小林としてはゴメスのペースにならないうちになんとかそのゴメスを痛めつけてしまうという戦法が一番いいんでしょうね。一番いいんですね。まあそれもね、あの力まず自然に打ちたいですね。小林の強いボディーブローです。小林のボディーブローではほとんどのパートナーがダウンをします。それほど強い左のボディーアッパー、それが今見事に決まりました。またボディーブローです。ロープに追い詰めた。ただね、チャンピオンね、目がいいですよ小林。やっぱりコーナーに冷たいですね、やはりあのロープの真ん中として回られてしまうんですよね。おっと左フック、顔面を捉えた。左フック顔面を捉えました。強いパンチ、また左フック、
さあロフに追い詰めた、アッパーカット、今度はボディーブローです。ゴメスのボディーブロー、打ち合いになるんですね。面白いですね。小林は打ち合いは望むところです。おっとワンツーだ、おっと効いた、今のライトはすごいパンチですよ。チャンピオンのものすごいワンツーが決まりました。これ練習ちょっと腰を落としました。今の右ストレート練習の時からですね、要注意だったんですよ、はい、あ、ね、小林があの肩にかかって攻めるとやはり相手も目がいいから危ないですね、うん、さあ小林が接近していきます。ボディーブローを打つ、相手を研究しております。チャンピオンのゴメスです。レフリーのハリー・ギブスがお互いに頭の注意。小林がヘッドスリップでこのパンチをかわします。チャンピオンがうまく足を使うようになりますと小林は苦戦です。さあ打ち合いになった、また打ち合いです。非常に目のいいチャンピオン。ボディーブロー、チャンピオンのボディーブローです。まあ、ゴメスはあの小林についてはアルゲリオと戦って小林がボディーブローで倒れた試合、これをあのフィルムで見てよく研究。ああ左フック、決まった、いいかな、これは決まった、左のフック、これは決まった、これは外向ける、立てそうもない、立てそうもない、立てそうもない、立てそうもありません。どうかカウントは、カウントはどうか、立てそうもない、これ危ないな、これはもうダメでしょ、これはもうダメでしょ、これはどう、共に今のパンチに詰まったよ、決まりました、ものすごい左に決まった、セブンです、エイト、ハリー・ギブス再戦やらせるか、どうもダメでしょう、もうこれは無理です、これは無理です、でもカウントしますね、これは無理ですね、カウントしますね、一応小林は完全に目が後ろ、ダメですね、ものすごい左引きが決まりました、完全に目が後ろです。チャンピオンのゴメス、2度目の防衛なる。なんとかして中に入ろうという挑戦者の小林です。場内からも小林ボディボディという声が飛んでいますが、ワインダウンで終了しました。ボディーブロー、左のボディーブローを振ります。チャンピオン相当にボディを打たれています。小林左、また左を振りました。小林の左右フック、チャンピオンの完全なペースです。あーっと、また左を振りました。強烈な左です。危ない小林、右のストレート、あー左には食います。小林回り込みました。気力を振り絞っていますがかなり効いています。右のフック左、チャンピオンの左が当たっています。頑張ります小林、しかしチャンピオンのチャンス、頑張れ小林。小林の体を回して左、右ですがゴング、僕もゴングに救われました。小林リーチの短い分を肩でかばせない、肩この体の長さですね、胴の長さでかばせないとあるんですね、だから苦しいんですね。ボディーブローのチャンピオン左を打っています。小林打たなきゃいけないんですよね、小林は、ね、そうですね、打たなきゃいけないんです。よし、右を狙いましたがちょっと浅い感じです。左を当てました。苦しい小林です。小林はここでもう見てちゃいけないですね。幅優秀して見るんじゃなくて打っていくことですよ ね、 あね、一緒に手出していくと一か八かの勝負でいいわけですよね。そうですね、ね、こうやって来てるときは相手もあの隙間あるんですからね、はい、ほとんど13ラウンド時間がなくなりました。ゴングです。
八百一さんの再開13ラウンドも10対9とチャンピオンであります。もうこれ以上は無理だというふうに言っていますが、あエディ・タウンゼントやらないでしょ。あできませんね。やらせないですね。あそうですね、グローブ取ってますよ。グローブ取ってますね、うんうん、エディ・タウンゼントトレーナーがグローブを取っています。小林はやりたそうですがゴングが鳴りました。ノックアウトでやります。エウセビオ・ペドロサ3度目の防衛に成功しました。